次は自分のビジネスを持つために副業をするだな。さっき資産には株や債券、不動産、そしてビジネスがあると言ったな。はい、だけど僕の少ない給料で株を買っても意味ないと思うんですけど。あるぞ。コツコツとインデックス株を買い進めていけば時間はかかるが必ず資産は築くことができる。だがもっといいのは自分のビジネスを立ち上げることだ。自分のビジネス？つまり社長になれと？ああそうだ。無理ですよ、自分にはそんな能力はないです。うむ、難しく考えなくていい。まずは副業から始めるんだ。副業か。ああ、最初は会社で働きながら副業をやることだ。大学生も勉強しながら副業をやるといい。それはブログでも YouTube でもいいし、手作りのジャムを売るでもいい。とにかく小さくてもいいから会社に依存しないお金を稼ぐことが大事なんだ。会社に依存か。ああ、でなければ給料がもらえなくなるという恐怖心は一生消えない。だから一生会社の言いなりになるのだ。難しいな。それでもやるしかないのだよ。そして小さくてもいいから育てていく。月に10万円でもいい。利益が出たらどこかで誰かに任せる。そうやって自分がその場にいなくても収入を生み出すものになったら、そのビジネスは資産だ。自分で働いていたら資産とは言えないんですか？それは資産じゃなくてただの仕事だ。本物の資産というのは自分がその場にいなくても収入を生み出すものだ。自分がいなくても収入か。ってそれうちの社長じゃん。そうだ。